ニーさん、これも美味しいですよ。はい、お一つどうぞ。今夜は管理人さんの歓迎会も兼ねてるんですもの。サービスしなきゃ。みんなの管理人さんです。幸恵もサービスするです。幸恵さんたち、本当にもう管理人さんと仲良しなんですね。私は人の心を読めませんので、はっきりおっしゃっていただかないと。まあまあ、レイカちゃん、私のあげるから。は、くるみちゃん、どうしたの？あれ、欲しいの？あの焼き餅が食べたいのね。うん。ミキちゃん、そっちの皿の、それ、小皿に一つ取ってもらえる？梅ヶ枝餅ですか？そう、それ。これ、梅ヶ枝餅って言うんですか？ええ、菅原道真ゆかりの名家なんですよ。私まだ管理人さんにちゃんと自己紹介してません。他にもそういう人っていると思います。そこでこの際、この場を借りて一人ずつ自己紹介をしてはどうでしょうか？それいいです。賛成です。仲良しになるための第一歩は自己紹介です。では、ケツを取ります。あ、そうそう、管理人さんも多数決に参加してくださいね。管理人さんが入れば13人、どちらかの結果が必ず出ますから。では、マリンちゃんの意見に賛成の人、手を挙げてください。ただいまからみんなの自己紹介を始めることにします。まずは、1番マリン、いきます。芽生え寮201号室に住んでいる千浦マリンです。
年は14歳、中学2年生です。小学校の頃までは海外で暮らしてました。だから日本のこと、習慣とか、時々わからないことあったりします。だからもし間違ったことしても、あんまり怒らないでくださいね。いろいろ教えてもらえたら嬉しいです。日本は大好きなんですよ。昔から憧れてました。刺身、天ぷら、すき焼き、寿司、素敵なものいっぱい。食べ物ばかりですが。なんか言った？いえ。管理人さん、今度一緒に美味しいものを食べに行きましょうね。本当ですか？期待してます。以上、チューラマリンでした。はい、では次の人。千早さん、どうですか？けど、私、こういうの、全然ダメで。いいから、いいから。せめて最後に。結局やるんなら、2番も最後も同じですよ。はーい、2番手は、千早さんです。私、その、千早さん、固まってるでしょ。千早さんの性格上、自己紹介は困難だと思われます。ですね。じゃ、千早の自己紹介はなしか？けど、みんなのことちゃんと管理人さんに紹介しておいた方がいいです。だから、幸恵が代わりに紹介するです。千早ちゃん、それでいい？すみません。それじゃ、始めます。彼女は、芽生え寮の202号室に住んでいる星野美千早ちゃんです。17歳の高校2年生です。ちょっと恥ずかしがり屋さんですけど、とってもいい子ですから、管理人さん、仲良くしてほしいです。千早ちゃんもね。千早ちゃんも管理人さんと仲良くなれるよう頑張るですね。はい、よろしくお願いします。私と一つ屋根の下に暮らせるなんて、あなた男として幸運極まりないんだから、それに見合った働きをしなくちゃダメよ。
私のためにしっかり働きなさいって言ってるのよ。いいこと？前のおばさんみたいに3日で逃げ出したりしたら承知しないから。まったく、あのおばさんと来たらちょっとこき使っただけで。はい。実はそうみたいなんです。何こそこそ話してるの？いいこと？この私に24時間すべてを捧げるくらいの気持ちでいなさい。わかった。何か言ったかしら？苦労なさるとは思いますけど。頑張ってくださいね。次はウサミョンが自己紹介するでし。芽生え寮の301号室に住んでるウサミユンでし。中学1年生でし。13歳でし。ウサミョンと管理人さんはもう仲良しでし。だからウサミョンのお友達とも管理人さんは仲良しになるでし。ぬいぐるみさんたちでし。ウサミョンのお部屋にみんないるでし。たくさんいるでし。ほんと紹介するでし。管理人さんもみんなと仲良くなりたいって思うでしよ。わかったでし。それじゃあ次、私が行くね。私は芽生え寮102号室の野々花沙織です。高校3年の18歳です。好きなものはアウトドアスポーツ。学校のクラブ活動は陸上部に所属しています。昼間は本当にごめんなさい。本当に何ともなかったですか？そっか、よかった。あ、そうだ。今度一緒に走りませんか？この辺は緑が多いから走っててすごく気持ちいいんですよ。さてと、芽生え寮でまだなのはあとはミキちゃんだけね。はい、それじゃあ、私は綾瀬美希です。芽生え寮の101号室に住んでいます。年齢は15歳、中学3年生です。お花が好きです。それからお菓子を作るのが好きです。作るお菓子、とっても美味しいの。はい、この子、私の妹なんです。綾瀬美桜です。つぼみ寮の101号室に住んでます。小学校4年生で10歳です。今日はごめんなさい。あら？何か
あったんですか？あのね、私今日初めて管理人さんと会った時、怖がって逃げちゃったの。そう、実はね、お姉ちゃんもなんだ。え？逃げはしなかったけど、お姉ちゃんも管理人さんを怖がっちゃったの。今でも怖い？うん、うん、うん。じゃあ私も怖がらない。管理人さんと仲良くなる。管理人さん、ミオと仲良しになってね。よろしくお願いします。よーし、じゃあ次は俺の番だぜ。俺は藤原いつき。俺の部屋はつぼみ寮の102号室だ。ミオと同じ小学4年で10歳だぜ。好きなのは、そうだな、外で思いっきり遊び回ることだな。あと美味しいご飯を食べることも大好きだぜ。あ、けどピーマンだけは苦手だな。しかしお前、最初は悪者かと思ったけど、なかなか見込みのありそうなやつみたいだな。これからよろしく頼むぜ。では、順番から言って、次は私ですね。私は、つぼみ寮201号室の立花真城。12歳、小学校6年生です。管理人さんのお世話になることは、まずないと思いますが、以後、よろしくお願いします。では次は、うるみさんの番ですね。え？ほら、うるみ、頑張れ！うん。できないってくらいで泣くなよ。だってしょうがねえな。よし、俺が代わりに紹介してやる。こいつはつぼみ寮202号室の森下うるみだ。小学校3年で9歳、寮の中で一番ちっちゃいやつなんだ。ちょっと泣き虫すぎて困るんだけど、一つよろしく頼むぜ。な、うん、これで寮生たちの紹介はみんな終わりね。それじゃあ、私たちの番ですね。かすみさん、お先にどうぞです。はい、では、私から。私は、進藤かすみ。この寮の職員で、看護婦です。部屋はつぼみ寮の301号室ですけど、ほとんどの時間、医務室にいます。寮生の健康のケアが、私の仕事です。誠心誠意お手当てしますから。
体は丈夫でもお粒の方は。まあそれは大変ですわ。急いでお注射を。それじゃあ幸恵さんどうぞ。はいです、遠山幸恵です。つぼみ寮の302号室に住んでいて、この寮の職員でハウスメイドです。お料理を作ったりお掃除をしたりして寮生たちのお世話をするのが幸恵のお仕事。管理人さんと一緒に頑張ってこの寮を切り盛りするんです。よろしくお願いします。はいです、一緒に頑張れば全部大丈夫です。自己紹介終了です。よし、じゃあ宴会モード再開だ。騒ぐぞ。カラオケはないのか。カラオケはそんなもの寮の備品にはありません。ジャパニーズカラオケやってみたい。などなくても、あたしの美声ならアカペラで十分よ。Thank you.
ないですよ。幸恵、できないことたくさんありますから。だから管理人さん、とっても頼りにしてます。だけど幸恵にできることは幸恵頑張りますからね。はいです。管理人さん、一服するです。お茶にするです。いい葉っぱが手に入ったんですよ。じゃあお茶っ葉は調理場にありますから取りに行ってきますね。お茶っ葉すぐに出しますから少し待っててください。あれ？確かこの棚の中だと。昨日買い物から帰って食材と一緒に確かこっちの方に。ちょっと待っててください。いいえ大丈夫です、待っててくださいね。すいません、すぐ見つけますから先に行っててください。あ、そうでした、お茶する場所まだ決めてないです。じゃあ管理人さんの部屋にするです。先に行って待っててくださいね。あのちょっと時間かかりそうですんで。すみませんです。